魔女だけが住むピフパフポルトリーの国。この国に住む人々は算数や国語の代わりに子供の頃から魔法を習います。だからみんな魔法が上手でした。ただ一人例外を除いて。お腹が空いた。ドラクエってなかなかやめられないのよね。夢中になってしまってつい時を忘れてしまう。でもお食事だけはきちんとするの。だってドラクエって体力が勝負なんですもの。さて今日は何を食べようかな。そうだ、ドラクエにちなんでスライム料理としゃれ込もう。ピフパフポルトリー。失敗失敗。スライムはやめて、今度は爆弾を出します。ピフパフポルトリー。私、魔法の才能ないみたい。やあ、ウイッチ、久しぶりだね。あら、バッテリー、あなたが戻ってくるのずっと楽しみに待ってたのよ。遅いじゃない。ごめんごめん。地球とピフパフポルトリーは2万7000光年も離れてるからね、いろいろ大変なんだ。でも、ウイッチのために運んできたよ、ゲームの情報。ファミコン、PC、ゲームボーイ、セガにネオジオと豊富な品揃え。最初はゲームレビューのコーナーだよ。ディープダンジョン4、新作が出るたびに発売元が違う超人気シリーズ。え、ほんと？ベニヤ板に書かれたかき割りみたいな塀がチープチックでいい味出してるね。お金がもらえるのはイベントクリアした時だけ。いくら敵を倒してもノーギャラなのが悲しい。忍者龍剣伝2、1ではできなかった張り付き中の攻撃が可能になったのだ。操作性は文句なし。分身の術などの新アイテムも加わったし、相変わらずシネマディスプレイはめちゃんこ綺麗なんだけど超むずい。マニア向けだにゃん。デジタルデビルストーリー女神転生2。前作で人気を博した魔獣の合成、今回は魔獣3匹の合成になってより面白くなった。自動的に来た道を引き返せるオートパイロット機能など新しいアイデアも満載。パチパチ。ウルトラマンクラブ2、帰ってきたウルトラマンクラブ。スペシウム光線などの必殺技がアニメ処理で見られる。これ最高。 FF タイプの展開で最初から海の上を飛べるので移動のイラつきも少なく安心して遊べるよ。クオース、テトリスのおかげさまソフトだけど悔しいことに面白い。強制スクロールしてくるブロックにシューティングで小さな破片を足していき、四角くさせると消えるという仕組みなの。単純なルールだけど結構ハマるんだよね。これがゴッドスレイヤー。ゲームバランスはいいんだけどオリジナリティに欠けるにゃん。でも波動砲を打った時はかなりの爽快感。メタファイトとイースをやってない人はどうぞどうぞやってみてくらはい。SD バトル大相撲。キャラクターゲームとしては平均点。いろんなヒーローたちが相撲を取るとこが売り。ウルトラマンと仮面ライダーが戦うなんて考えただけでワクワクしちゃうね。なんて言ったってベースボール。
おなじみファミスタタイプの野球ゲーム。ファイブストライクでアウトとかルール設定をいろいろ変えられるのがおしゃれ。データルームを入れ替えれば新しいデータで遊べるっつうのはグッドアイデア。ただ外野手の肩が弱すぎるのが難。黒金博の予想大好き勝ち馬伝説。これはゲームじゃない、競馬の予想ソフトだよ。データの他に楽しいイラストがあったりしてとっつきやすい。マニアックなレベル A の他に短時間で入力できるレベル B があるんだけど親切だね。パワーブレイザー。会議の席上でロックマンみたいなゲームを作ろうという話し合いが行われたのではと思うぐらいロックマンにそっくり。ただ作りはしっかりしているのでそれなりに遊べる爽快アクション。爽快？ハゲロウ伝説。操作に慣れたらもしかしたら面白くなるのかもしんない。過去の作品に例えるならスペランカ、チャレンジャー、影の伝説、ケルナグール。どうも当たり判定がアバウトみたいよ。馬券必勝学ゲートイン。これまた競馬の予想ソフト。黒金さん家に比べると作りがすんごいシンプルなのだ。データ重視で娯楽性を排除したって感じ。この2本の評価はあくまでバランス面だけ。さてどっちが当たるかなと。イース2。嬉しいことに2ではアドルが魔法を使えるようになったぞい。移植度はというとパソコン版は自然にレベルアップしていくって感じだったんだけど、ファミコン版はバランスがいまいち。でもそれ以外は見事にファミコナイズされてるぞ。迷宮島。昔懐かしのペンゴと言っても誰も知らないかな。その流れを組むアクションパズルゲーム。面繰り型でラウンドは全部で90面以上。ゲーセンの移植だけどアーケードにないストーリー設定が楽しいよ。飛竜の剣3。前作とゲームシステムは同じだけど新たに AI 知能が加わった。これはプレイヤーの腕前が上がるとそれに合わせてコンピューター、つまり敵キャラが強くなるというシステムなのだ。末永く遊べてお得。チップとデールの大作戦。落ちているリンゴや箱を持ち上げ敵に投げつけて倒すコミカルアクション。夢工場パート2かと思ったぞ。ただ2人同時プレイだと相手を持って運んだり投げたりできるので目新しい感じ。ゲームパーティー。ココナッツジャパンお得意のパーティー用ソフト。1本のソフトにエアホッケー、ピンボール、バスケットボールなど6つのゲームが入ってるのだ。お友達がいない人がやると心にピューピュー北風が。アドバンスとダンジョンズ&ドラゴンズヒーローオブランス。コマンド関係が整理されてないので装備の時わけわかんなくなっちゃった。操作方法も複雑でスッキリしない。ゲームシステムは斬新なんだけどにゃ。熱血高校ドッジボール部サッカー編。あの熱血高校がサッカーの試合をしたらチャージングあり恐怖のラフプレーありの大乱戦。ゲームタイトルがなんだかよくわかんないのがたまに傷だけど佳作だい。ジャジャマル劇魔伝幻の金魔城。操作が簡単なのはとても良い、褒めちゃう。でも攻撃や移動が4方向なのは辛いよ。それからそれから手裏剣などの武器に弾数の制限があるのもストレスがたまるのだ。忍者らほい。発売日延期の王者、果たして7月に発売できるか。桃太郎伝説に続きギャグ界の巨星佐久間明が放つコミカル RPG の第2弾だぞ。できてるのはここだけという噂もあるがそれも定かではない。それではファミコンをレビューしてくれる人を紹介しよう。愛のゲーマーミスター X。
X の今回の一押しはファイナルファンタジー3。前作も良かったが3はさらに奥が深い。このシリーズ1が北京原人だとしたら2は人間、そして3は新人類だ。つまりシステム面が進化してきている。えらい。それでは具体的に批評をしていこう。まずはお店。今回はまとめ買いができる。しかもまとめて買うと割引値段だ。右下のキャラクターに注目。装備できるときはこの世に万歳をする。かわいいやつらだな。そして装備できないときは動かない。実に親切設計、ユーザーフレンドリーだな。この画面はある特殊なメリットがある。どこがメリットかよく見てみろ。踊ってる踊ってる。そう、よく見てると目が回るだけだ。バハハハハ。3の最大の売りはこのジョブチェンジ。戦闘時は経験値とかお金の他に、今回はなんとキャパシティっていうものがもらえるんだ。これを使えば好きな時に転職が可能だ。例えば魔法しか通用しないエリアでは全員一遍に魔導士にしちまう。これが快感だな。 X は特に幻術師が好きだぞ。今回は黒魔法、白魔法の他に召喚魔法というのが加わった。これはモンスターを呼び出すことができる魔法だ。幻術師にやらせてみよう。ハイパだな。ダメージの表示の仕方が変わったぞ。テンポアップのための工夫だが、これには X も脱帽だ。出た出た、召喚魔法。X 癖になりそうだな。次は乗り物を紹介しよう。おなじみのチョコボだ。相変わらず変な歩き方してるが面白いやつだぞ。そしてこれは飛空艇。今回はシドの飛空艇の他にエンタープライズ、ノーチラス、インビンシブルの3機種が加わった。それぞれ機能が違うんだけれども、それはお前らの目で確かめてほしい。健闘を祈る。ファイナルファンタジー3。さて、X の採点は？次の X おすすめは任天堂の超大作ファイヤーエンブレムだ。このゲームは RPG とシミュレーションが程よくブレンドされた素晴らしく斬新なゲームだぞ。まずはマップ1、マルスの旅立ちから見てみよう。幕開けは RPG だが、仲間選びはシミュレーション風。おのおの特性が違うから慎重に選ぼうな。キャラクターによって移動できる歩数が違うし、守備や攻撃のパラメーターもそれぞれ異なる。例えば敵キャラから一コマ離れたところから魔法で間接攻撃ができる魔導士だとか、力だけは強いが直接攻撃しかできないアーマーナイトなど、全部で登場ユニットは22種類もあるんだぞ。金をもらうとやっぱり嬉しい。 X はイベントで儲かってるがな、ゲームでもらうお金は別の味わいがある。このゲームにはシミュレーションでいうところの生産っていうものがない。その代わりお金で武器や防具を揃えるお楽しみがあるわけだ。極楽だな。さてここで戦闘シーンについて説明しよう。システムとしては三国志中原の覇者の武将同士の戦いに似ている。ただしアニメーションは数枚上だがな。
斧で頭を叩き割られるところは本当に痛そうだし、戦士の鎧がきしみながら動くところなど素晴らしい出来だ。 X は涙ちょちょ切れもんだぞ。このゲームは12のマップと25のサブシナリオから成り立つ。一つのシナリオをクリアすると次のシナリオに進めるわけだ。敵の思考ルーチンもいいし、サクサク進めて X 大好きだぞこりゃ。ファイヤーエンブレム。さて X の採点は？チェイサープレイヤーの操作する時期が地上を歩くロボットだというのがユニークだにゃ。デカキャラの攻撃も多彩だし、でも飛行機と違って操作が少しやりにくいのが残念なんだよね。魔導王グランゾート。スーパーグラフィックス用ソフト第2弾。個性の違う3体の魔導王を使い分けるのがこのゲームの特徴。ゲーム中ランボタンを押すことによって自由に切り替えられるんだ。ハードの機能をうまく活かしてるね。上海2。ルールは前回と同じ。同じ種類の牌を2枚1組で取り除いていく。全部取れたらあんたは偉いというわけ。今度はバリエーションがなんと6種類。ワンでハマった人はどうぞ。将棋修行初段一直線。将棋というとつい顔を背けてしまう君、このゲームは一味違うぞ。本格的な将棋の他に将棋桃太郎というコミカルな対戦モードがついたのさ。楽しいグラフィックに特殊アイテム、定番ソフトだね。青いブリンク。原作は手塚治虫。このゲームはアニメのストーリーのようにメルヘンタッチに進行していくのだ。変わってるのは3人のキャラを同時に動かしていく点。ファミコンのミッキーマウスと同じパターンなんだけど、面白い試みだね。バルンバ。ナムコが PC エンジンのために開発したバリバリのシューティング。360度回転する砲台が新感覚なんだけど、操作性もよく結構スムーズに回転するのだ。ボスキャラも個性的だし、先が見たくてつい続けてしまう。ベイグス。パソコンで一部熱狂的なファンを持つこのゲーム、コントローラー操作がパソコン乗りで複雑なのだ。下に打つときは AB ボタンを押しながら十字ボタンを押さなきゃなんない。ああ難しいよ。フォーメーションサッカーヒューマンカップ90。5種類のフォーメーションの中から好きなものを選んでプレイできる本格的なサッカーゲーム。協力して4人同時プレイもできちゃう欲張りな仕上がりになってます。スーパー大戦略。パソコンシミュレーションの名作がついに PC でプレイできると感動したのもつかの間、ロード時間がちょっと長いな。イライラしちゃうよ。期待してただけに残念だにゃ。ネクロスの要塞。敵キャラのデザインにゲラゲラ、攻撃のアニメーションシーンにニコニコ。移動スピードやスクロールのスピードが自分の好みに応じて変えられるのもうれぴー。もう至れり尽くせりなんだから。ウルトラボックス。PC 初の雑誌感覚のソフトだよ。アイドルやゲームの情報だとか、女の子に人気の占いコーナー、男の子にはデートシミュレーションもあったりしてバラエティー。一個一個のゲームはちょっとしょぼいぞ。マニアックプロレス。ノリはキャプテン翼のプロレス版。プロレスファンは狂気するだろうにゃ。試合を重ねるごとに経験を積み、キャラクターが成長していくわけ。ただ組み合ってから技のコマンドが出るまでの操作が重いにゃ。シンドバッド地底の魔球。
RPG に触笑気味の君もこれなら楽しめること受け合い。何がいいってストーリーが抜群。何しろシンドバッドの冒険を下敷きにしているから夢とロマンがいっぱい。アブラカダブラ開けごま。それでは PC エンジンをレビューしてくれる人を紹介しよう。歌舞伎町のアイドル、あけみちゃん。はい、あけみちゃんです。今回はダントツでスプラッターハウスって感じ。とにかくグラフィックがおどろおどろしくってワクワクしちゃうの。物語は主人公のリックが雷雨の中古びた館に迷い込むところから始まるの。実はこの館、悪魔のはびこるスプラッターハウスよ。このゲームは攻撃方法が多彩なの。ジャンプやキックの他にダブルドラゴンのようなアイテムを使った攻撃もあったりして、とにかくスカッとするわよ。見て見て、スライディングキック、アケミってばうまいんだから。全部で7ステージ。各ステージ最後にボスキャラが待ち受けているの。一面のボス、ボディーイーターは死肉を食らい化け物となったヒル。梅津和夫も真っ青の怖さだわ。別館の地下から1階へ上がると、ここはなんと拷問部屋。マッドサイエンティストのウェスト博士の狂気の実験場という設定なの。このゲームはお話を知っていると2倍楽しめるわよ。トリセツをちゃんと読んでからプレイしてね。このトゲトゲは破壊できないから、アケミがやっているようにかわして進もうね。二面のボスはポルターガイストルーム。まるで映画の一場面を見ているみたい。演出のマサはさすがナムコね。あとは株が上がれば文句なし。あけみちゃん3,000円で買っちゃったの。あー、コナミを買っとけばよかった。ステージ3は別館から本館へと続く小道。この辺りから難易度も少々高め。でも操作性が良いから許しちゃう。特に連射した時の反応が早くてグッドよ。ただゲーセン版に比べるとパンチの長さが少し短いみたい。それ以外はケチのつけようがない出来だわ。ステージ4は回転場の間や鏡からいきなり飛び出すリックそっくりのミラーリックなどなど、面白い仕掛けが盛りだくさん。ゲーセン版に比べて背景に奥行きがない感じもするけど、それを差し引いてもこのゲームは買いね。スプラッターハウス。さて、あけみちゃんの採点は？ついに出ました、パワードリフト。それそれそれ。まずはマシン選び。アケミが選んだのはちょっぴりキュートなルーシーちゃんよ。うれしい、ゲーセンと同じようにくっちゃべってくれた。やっぱ異色度って気になるよね。ステージ1は砂地カーブと丸太坂の連続アップダウンといったレイアウトよ。そしてステージ2、このコースでは S 字カーブがポイントよ。さて、異色度の方はというと三角ってとこかな。元が体感ゲームだけに、じっと座ったままプレイしていると目が落ち着かないのよね。特に高低差があるところはつらい。ステージ3では、あけみちゃんのテクをバッチリ見せちゃう。お手本にしてね。プレイした感想は
努力は認めるけどバランスがいまいちってとこかな。レースゲームの命ともいえる抜きつ抜かれつの緊張感がないのよね。一度抜き返されるとほとんど勝てなかったりして、でもゲーセン版は名作だし、コレクターズアイテムとしては押さえておきたい一本ね。パワードリフト。さて、あけみちゃんの採点は？DJ ボーイ、アップテンポなノリでスカッとするよ。敵を倒すとコインが出るので集めながら進んでいくとショップでパワーアップできるぞ。光源氏というよりも帰ってきた東京ボンバーズといった感じ。ウィップラッシュ、マニアのための超ハードシューティングゲーム。パワーアップはレーザー、ファイヤー、ミサイルの3種類3段階だけ。ゴテゴテ多くないのが逆に心地よい。縦横強制スクロールにハラハラドッキンドッキン。ゴーストバスターズ、寒いところでは吐く息も白かったり、窓からマシュマロマンが顔を覗かせたり、さすが16ビット。ゴーストを捕獲する時のアクションが斬新で面白いよ。ただ全部で5ラウンドというの少し短すぎるのでは。てるてる麻雀、通信機能で遠く離れたお友達とプレイできるっつうのが売りなわけだ。試みは面白いんだけど、ツモはめちゃんこ悪いし、対戦相手も少ないし、もう一工夫してほしかったにゃ。サイバーボール、なんとボールが次元爆弾なんだって。それではメガドライブをレビューしてくれる人を紹介しよう。 RPG の天才スダッピン。スダピンのおすすめはこれだ、ダーウィン4081。私のことだから RPG を選ぶと思ったろ、ところが意表をついてシューティングだ。私は自慢じゃないが RPG 以外のゲームは下手だ、どうだ参ったか、だから解説だけ引き受けたなどと言ってるうちにもう次のきっかけだ。やんなるな。さっき取ったアイテムがイーボル、パワーアップアイテムだ。これを取っていくと時期はどんどん進化していく。ただその反面機体も巨大化していくため敵の弾が避けにくくなるわけだ。この辺のバランスが絶妙だよね。やっぱ X うまいわ。いかん、見とれててナレーションするの忘れてた。今の状態がギャシャルル、舌を噛みそうな名前だな。このギャシャルルが進化の12段階の中で最強の状態なんだ。ただしそれは正しく進化した場合の話。うひゃー、突然変異だ。気持ち悪いだろ。突然変異因子を持つ B イーボルというアイテムを取るとこうなっちゃう。それでは突然変異のオンパレードをお見せしよう。そろそろ話すことがなくなってきたな。最後は各ステージのボスキャラを見せてお茶を濁すか。まあこのゲームは見てるだけでも面白いわけだし、きっといいゲームなんだろうね。
ダーウィン4081。さて、スダピンの採点は？ナム1975。SNK のお家芸、ガンタイプのシューティングだい。怒りを 3D にしたって感じかな。オプションに、なんと女の子がつくんだって。ビジュアルは最高なんだけど、マイキャラが弾を撃ちながら移動できないのがちょっと困ったじゃん。ベースボールスターズプロフェッショナル、これはいいぞ。あのベースボールスターのパワーアップバージョン。グラウンドがとにかく広い。慣れれば守備がすんごく楽しい。解説者の声がずっと喋りっぱなしっつうのは評価が分かれるところだけんどもね。トッププレイヤーズゴルフ、全部で36ホール。風や芝の設定もリアルにシミュレートされている本格派。一層プレイもできるぞ。クラブの選択や方向などをコンピューターが自動的にやってくれるので、とっても楽ちんなのだ。麻雀強烈伝、ゲーセンのエッチな麻雀ゲームがご家庭でできるというのが売り。アドベンチャー部分のやり取りがワクワクして面白い。麻雀の部分に関してはツモが少し悪いけど、ポンやチーのコマンドが出しやすくて丸。それではネオジオをレビューしてくれる人を紹介しよう。狂気を秘めた無表情、渡辺浩二。どうもどうも、無口な渡辺です。私はマジシャンロードが大好きです。エルタは最初マジシャンロードなんですけれども、赤い玉、青い玉、緑の玉を組み合わせることによって6つの姿に変身できます。私はですね、このシーンがですね、サンドのメッシより大好きです。好きだなこれ。ネオジオのソフトとハードはレンタルビデオショップで借りることもできるそうです。ゲーム TV のコンセプトに似てますね。仲良くしましょう。このシーンも結構好きなんですけど、ご飯よりは嫌いです。
彼らが前では無力なり。といったわけで無口な渡辺でした。マジシャンロード、さて渡辺浩二の採点は。SD ルパン三世。まずは何はさておき、ルパンに見えないぞ。これじゃマッチ棒だよ。アイテムは質屋さんに持ってっても買ってくれそうもない役立たずのものばかり。ゲームボーイだからかにゃ。スーパーチャイニーズランド。ファミコンでおなじみのこのゲーム、コミカルなカンフーアクションだい。移植度はバッチリ、いい出来だよ。一回転して敵を蹴散らすところは20丸。ツープレイができたらもっといいのにね。デッドヒートスクランブル。コースが豊島園のハイドロポリスみたいで面白い。他の車に体当たりしてこけさせるとターボや無敵、壁張り付きなどのアイテムが出てくるぞ。二人でレースをすると燃えるやん。サッカーボーイ。サッカーの試合の駆け引きを見事に再現。選手の能力や疲れまで重箱の隅をつついたような細かい設定は日本人ならでは。あのね、関係ないけど大発見、グラディウスのコマンドを入れてごらん。ファニーフィールド。パネルをめくって敵を倒すパズル要素の強いアクションゲーム。試みは面白いんだけど、ゲームボーイの小さな画面ではちょこっとつらいかな。コントローラーの反応が鈍い。バットマン。ウェーブショットやオプションなど豊富なアイテム。ジョーカーのビジュアルシーンといいとこはいろいろあるんだけど、キャラが小さいのでプレイしにくいという気もしたりしてな。ブロディア。パズルゲームの王道行くソフト。昔ゲーセンで人気があったガッタンゴットンと同じルールだよ。時間内に全ての道を弾が通るようにブロックを移動させていくわけ。単純だけど奥が深い。冒険パズルロード。わーいわーい、プラパズルだーい。ジグゾーパズルみたいに水割りを片手に楽しむ親父向けソフト。ストレス気味の人はラウンド12以降やると絶対胃が痛くなる。ピットマン。それにしてもゲームボーイは懐かしのパズルゲームといった趣のゲームが多いにゃ。これもそう、フラッピーに似ているのだ。じっくり考えてクリアした時は万歳したくなる。四川省。上海によく似ているけどルールは全然違うのだ。神経衰弱の要素が入っててね、もう少し頭を使うんだもん。慣れれば癖になるぞ。さすが中国4000年の歴史が生んだ知的遊戯。ロックンチェイス。彼女とゲームして遊ぼうって時、女の子でもできるソフトって意外と少ないんだよね。そんな時このゲームを持ってるとポイントが高い。古臭いけどパックマンは今でも女の子受けするからにゃ。ウルトラマンクラブ。キングから父、母、マンに至るまでのウルトラ兄弟大集合。まるで東映漫画末みたいな賑やかさ。でもってファミリー向けかっていうとブー。ルールがいたずらにややこしいのら。カードゲーム。ポーカー、ブラックジャックなど4つのゲームが楽しめる。誰も相手にしてくれない人はこのゲームで1人盛り上がるといいかもしんない。それではゲームボーイをレビューしてくれる人を紹介しよう。生きた人柱、インドマン。
ンが一番欲しいのはクイックス。ポンピリピーのピッと囲んだ。よし、もう一つ囲むぞ。このゲームは昔インドマンハマったんだよな。台東から出てきたやつのリメイクバージョンだけど、異色度は丸。ルールは自分のマーカーを動かし、四角く囲んで陣地を増やしていく、いわば陣取りゲームだな。ただし画面上を移動する波のようなクイックスなどの敵キャラに自分のマーカーが触れるとダカーンミスになるじゃん。クリアしたぞ。占領したパーセントによってボーナス点が違うのがミソなんだな。一応画面左上のパーセントがクリア条件なわけだが、やっぱここは 99% を目指したい。 99% はもう快感、気持ちいいのインドマン大好き。何？お前も気持ちよくなりたい？じゃあコツを伝授してやろう。ズバリ、敵キャラを狭いところに閉じ込めるように囲んでいくことだ。よく見ていてくれよ。ゲーセン版に比べると処理が少し遅いような気がするな。おっと、これで、18% と。いや、慎重に慎重に。もっと閉じ込めちゃう。どんな問題？試験問題。クイックス。さて、インドマンの採点は？個人的趣味でクイックスを一押ししたが、このゲームもなかなかいいぞ。レッドアリーマだ。このゲームはマップモードとアクションモードで構成されている。マップモードはヒントを聞いたりアイテムを集めたりするところだよ。最初主人公のステータスはみんなレベル1だ。進むにつれ成長していくという仕組みだな。それでは外に出るぞ。おー、ピッキー、アクションモードに切り替わっちゃった。インドマン頑張る。空を飛ぶこともできるんだぞ。 A ボタンを1回押すとただのジャンプだけど、2回押すと飛べちゃうんだな。これが今取ったのはダークロードの壺。壺の中には魂が入ってるよ。こいつがボスキャラだ。カプコンらしくボスはみんな歯ごたえがある。硬くなった雷起こしみたいな難易度設定だ。コースもトリッキーだしね。初心者にはちょっと辛いかな。それにしても魔界村で敵キャラだったレッドアリーマが今度のゲームでは主役とは、マニアにはたまらない設定だ。ドンキーコングで脇役だったマリオみたいにこいつも人気が出そうだな。マップモードにいるのは味方ばかりとは限らない。時には敵に出会うこともある。その時はミニステージ、アクションシーンに切り替わるぞ。やりー、アイテムが手に入っていいよ。魂はたくさん集めるとワンナップ。このゲーム、上手いやつにはすんげー面白いけど、下手なやつには宝の持ち腐れって感じ。レッドアリーマ、さて、インドマンの採点は？どうだい、ウィッチ、欲しいゲームはあったかい？私は、なんといってもファイナルファンタジー。喉から手が出るほど欲しいわ。わかった。今度地球に行ったらお土産に買ってきてあげる。オイラウィッチに惚れてるもん。次はウィッチが大好きなドラクエのお話。こちら女子高特派員のコーナーです。ドラゴンクエスト4発売おめでとうございます。どうもありがとうございます。今の心境はいかがですか？そうですね、まあ2年もかけて開発してきて、まあやっと世に出てすごく嬉しいんですけど、まあその反面最近ボロボロと裏技が出てきてるんで、ちょっと汗がたらっていうそういう心境ですね。今回はガンガン行こうぜみたいな作戦コマンドが面白かったんですけれども、はい、最初からあの6種類は決まってたんですか？
ですね、6種類っていうのは決まってたんですけど、はい、ネーミングに関してはあのガンガン行こうぜ、確かね、あのとにかく倒せとかっていう、こうそういうのにしようかとかって言ったりとか、あと呪文節約は、はい、遠くに行こうよとか、そういうあのそういう風にしようかっていう時もありました。名前はいろいろこう考えて挙句にああいう風に決まりました。確か3完成の後、はい、スペイン旅行に行かれていたそうなんですけれども、はい、あのそこで見てきたことは、今回の4に、あの生かされてますか？ですね、スペインでですね、カジノに行ってきたんですよ。で、まあそこでの経験が今回見事に生かされてるんじゃないかと思うんですけど、はい。中村さんはギャンブルが好きなんですか？そうですね、あの根本的には根っから好きな方ですね。ですごく熱くなる性格なんで、なんでまあ底なしのギャンブルはやらないようにしてます。だから、はい、今回3章のダンジョンでファイナルファンタジーみたいに岩が転がってきたりとかするシーンがありましたけども、あのファイナルファンタジーに対してライバル意識ありますか？そうですね、変な意味でのそういうライバル意識とかはないですけど、やっぱり気になる作品ではありますね。だから、いつもこう見て、ああこのアイデア先にやられたなとか、そういうのがありますよね。ドラクエシリーズで中村さんが好きな作品を順番に挙げてあげると、そうですね、まあ、一番いいのは今回の方 でその次に3で、で1で2ですね。で他にドラクエ以外で他に好きな作品っていうのありますか？そうですね、まあ去年お流行りしたテトリスなんかやっぱり好きですね。あの根本的にそんなにロールプレイングがその大好きっていうことはないですね。ゲーム全般がすごく好きで。ズバリあの5の予定はありますか？なんか出るような気がしますね。それでは最後に全国のドラクエファンの方にメッセージをお願いします。よろしくお願いします。はい、これからもドラゴンクエストシリーズを、応援してください。お願いします。1990年2月11日ドラクエ4発売のどさくさに紛れて謎のイベントが開催されていた。ゲーム界の著名人たちも密かに続々と駆けつけた前代未聞のゲームイベントである。そういうわけでいよいよゲーム TV ステーションがこれから始まるわけだが、はい、何があるのかこれはもうバッチリお楽しみというわけでね、これからいよいよ最初のコーナーに行くわけだが、はい、さあ最初のコーナーのタイトルを合わせていってみよう。せーの、新作ソフトパンチ直送便。そう、この秘密のイベントを仕掛けたのは今世紀最大のプロゲーマー軍団、虎の穴総統ミスター X だ。ひとたびこの男が声をかければ、ゲーム業界の VIP はもちろん各ソフトメーカーの人々もプログラムの手を休めて集結してしまうというほどの影響力があるとか。今日はメーカーの人が、ね、直接この会場にとびっきりおニューなソフトを届けてくれるはずなんですが、今お待たせいたしております、はい、お呼びしましょう、はい、アイレムの野寺さんと、はい、いらっしゃいませ、渡辺さんです。あら女性だわ、いらっしゃい、食べちゃいたいぐらいだわね。おっと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 、ミスター X も可愛い女性には弱いのであった。さて、そんな彼が今回のイベントを仕組んだ真の目的とは。はい、上がってますか。その日、総統からの指令により虎の穴軍団のスカウトマンたちが日本全国に散らばっていた。ここ大阪の町にやってきているのはインドマン、そしてスダーピンである。そう、彼らは虎の穴ゲーマーの新しい人材を発掘するべく派遣されてきていたのだ。土砂降りの雨の中、道行く人々の群れに声をかけるインドマン。彼の視線にはゲーマーの素質を持った人間を見抜いてしまう力がある。こうしてよりすぐられた何人かの中からさらに腕のいいゲーマーを残すため、インドマンの厳しい入団テストが始まった。一方こちらの新宿でも続々と集まってきた希望者を相手に入団テストを行った。しかし
ミスター X をうならせるようなゲーマーはなかなか見つかるものではない。業を煮やした総統はなんと自らゲームの模範演技を披露することにした。それではミスター X の華麗なるテクニックを見てくれ。ゲームはクオース。このビデオを見ている諸君の中でも虎の穴軍団に入りたいという腕自慢の君、ゲーム TV はいつでも君の挑戦を待ってるぜ。虎の穴軍団、明日は君の町に行くかもしれない。このコーナーは何が飛び出すかわからない、とにかく珍しいものを見せちゃうぞい。今回はパワーグローブのご紹介。実はこれアメリカ製のコントローラーなんだ。かっちょいい。今プレイしてるゲームはブロック崩しの立体版。コントローラーの動きに合わせてパドルが動いてるでしょ。球を掴んだり投げたり面白そうだにゃ。パワーグローブはこの夏日本でも発売される。今日は特別アメリカ版の CM を見せちゃうぞい。For your NES. Now you and the games are one. The Power Glove. Everything else is child's play.なんだか勘違いしてるみたい。ちょっと頼りない女って男心をくすぐるんだよな。おいらいつか絶対物にしてみせると心に誓うバッテリーであった。といったわけでゲーム TV 創刊号はこれでおしまい。いかがでしたか。最後に嬉しいプレゼントのお知らせいってみよう。君たちのアンケートハガキが欲しいのだ。完成ハガキに今出ている内容を書いて送ってね。抽選でこの中からお好きなソフトを1本50名様にあげちゃうよ。希望のソフトを明記してね。それからそれからアスキースティック L5 を10名様に、特製プレイヤーズジャンパーを100名様に、特製ラインマーカーを200名様にプレゼント。締め切りは6月21日の消し印まで有効だよ。宛先はご覧の宛先、ゲーム TV プレゼント係まで。みんなビシバシハガキ書いて送ってちゃうだい。待ってるよ。じゃまた会おうね。バイバイ。バイバイ。
B。 Q。 4。 ドラゴンクエスト4、導かれし者たち、オンセール、エニックス。シミュレーションゲーム、ファイヤーエンブレム。そして今、第三の扉が立ち塞がる。ファミコンソフト、ウィザードリー3。中国の方は勤勉にマップ作り、アメリカ娘はポップコーンを食べながらむしゃむしゃ、ソ連の人は冬に備えて体力作り。ワンハンドでゲームができる RPG プレイヤーのためのコントローラー、アスキースティック L5。 ゲーム TV2 号は6月22日リリースです。